こんにちは、ひろやすです。今回ですね、堀内チキンライスさんに、ハイナンジーファンを食べに行ってきました。よくですね、タイ料理でカオマンガイとかね、シンガポールでハイナンジーファンって言われてるチキンライスですね、初めて食べてきました。ですね、ちょっとこれをずっと行きたいなと思ってたんですけども、ちょっとお誘いを受けたので、いただいてきました。ちょっとね、以前に自分で自作してみたことあったんですけど、お店で食べるのはちょっと初めてだったので、では、そちらの、ハイナンジーファンのお店をじっくり見ていただければと思います。これが辛いやつですか？そうです、赤いの辛いで、唐辛子と醤油と生姜のタレでちょっとずつ。わかりました、ありがとうございます。ちょっとずつかけるってことか。そうですね、ちょっとかけてみよう。うまい。このなんかチリみたいなやつめちゃくちゃうまいですね。醤油もどうやろ、かなりどうやろ、うまい、うまい、やろうと思ってるやつがね、ちょうど秋になるんで、ソロキャンはようやってる人いるんで、ソロ外で中国茶の布立てっていうのがあるんで、誰がこれ興味あるんやろうと思ってるんですけど、ちょっとやってみないと分かんないんで、やろうかなと思って。YouTube とインスタをで、TikTok にそのまま上げてもいいと思うんですけどね、そういうショート動画やと、初動画を早いの、特に早いやつ。ただこれをね、作るのに抵抗なく作れるっていうのが一番、あんまりその影響しないので、視聴完了時間みたいなのもね、短いやつもすごい流行ってるのありますからね。たまり醤油をさらにちょっとかけるとこれもまたうまい。初めてですよ、美味しいですわ。天丼っていうのがいいかな。
なんかカオマンガイまではね、よく聞きますけどね、うん、逆にあのあれですね、あの海南ジーパンってなんやねんっていう人はカオマンガイやったら知ってるとかいうのがありますからね。それを考えるとうまいやり方ですかね。この生姜のやつもうまいですね。うん、まあなんかね、うん、ね、あんま見たことない。うん、もうなんか昨日の晩からすごいもうチキンライス食べたくて食べたくて昨日の晩ね蒸し鶏食べてたんですよ。あのご飯食べたらあかんなと思ったんで、はい、カメラ、あのそういうあのカメラだけのやつも使ってますけど、はい、なんか最終的に iPhone でいいかなっていう気がしてきましたね。よっぽどのものを撮らん限りは、ね、その編集するのでもね、まあ、何か使えばあれかもしれないですけど、うん、編集ってどう一本っていうのは結構4時間ぐらいはかかるんですけど、今みたいにシーン変えてみて、あともう全部つないで1時間ぐらい、15分ぐらいの動画で、はい、あんま字幕入れてないですけどね、その代わりもう最近も主要なとこだけなんで、あの値段いくらとか、うん、めちゃくちゃ違うじゃない、うん、もうあくも今日もアフレコ線っていう決めてるときはもう撮りながら喋る形はさすがに、多分このお店で一人のときはこれあれでって言ってあのでやってたらちょっとそこまではねまだね今度ないんでないんで、なんか YouTube ありますよね、うん、いや鋼のメンタルやと思いますよ、そんなんで、ね、お姉さんとかはね、まだ、うん、周りがわちゃわちゃしてるから、うん、まだいけるかな、うん、そのね、味付けのところとかだったら全然いいと思うんですよ。なんか今ってね、あの店なんか結構下町の飲み屋さんと一人で、ね、あれはまあ確かにね、下町やから喋りながらやって、変な感じで声かけられてるのが、ね、こないだだからその一回、自分の動画編集してるところを録画しながら何分でできるんやろっていう作ってるメイキングもアップしてみたんですけど、大体小1時間ぐらい、本当に8時間から10時間ぐらいかかるんですね、やっぱすごい人がそういうのを撮るのは撮ってるところからね考えてやってますからね、まあ、やっぱり録音してやってる人ってすごい時間かかるみたいですね。見当たったとかかなりブラックとかね、そこまでして、まあ、そんな感じでやってますね。